てかニキビできたかもニキビの前兆みたいなね。あ、そう、アイスのね企画がね、イベントが始まったね。あほお願いします。なんかいいのがあるみたいだから。あ、そう、なんかあの松坂牛かあれ届いたよ。届いた。まだ食べてないけど、そう、楽しみだね、食べるのって感じ。まとめ髪なのね。そうなの、暑いからね、夏はまとめが多いかもしれない。鼻見せるなよ。いや、ニキビだよあ、アイスありがとう。おにぎりちゃんの余韻がおにぎりちゃん今日もジナが好きだよ、してるよ、ありがとう。遊びに来たよ、ありがとう。私昨日みんなにさね、お休みのやつのあのメール結構頑張ってあの大好きしてみた朝はポリスのあの写真送ってみた暑いね、みんな暑いで、ね、暑いね。返信見た？見たよ、みんなの見たよ。へへー、どうもこんばんは、こんばんは。休みしてないか心配。メール可愛かった、マジメール嬉しかったよ、ありがとう。可愛かった、ありがとう。じゅちゃん可愛い、ありがとう。そう、ママと昨日話しててさ、定型文自分でさ作っとるくせにさ、自分でありがとうっていうのも変かなとか言ってママと話しとったんだよね。警察がメール本音書きました。ああ、ゆっちゃんかわいい、ありがとう。なに、アイスありがとう。おお、これ3つ乗りかな、ありがとう。こんばんは。アイスか、私はよく配信でハーゲンダッツを食べてますよね アイスありがとう。アイス食べたい、アイス食べたい。アイス買ってこよう、後からレンジで温めて、さあレンジで温めちゃうんだよ。そう、返信ダメだった。うん、全然。アイスありがとうね。そう、こんばんは、こんばんは。なんかさ、なんて言うんだろうね、なんかね急に真顔でびっくり、全然がね、真顔でびっくりに今さ心は笑ってるよって言ってたの、ちょっと怖いよね、心は笑ってるよってこんばんは、アイスありがとう。みんないっぱいだね、ありがとうね。アイスすごい、えね、それっていろんな味ある？すごい、ありがとう。じっちゃんかわいい、ありがとう。やっほー、こんばんは。波乗りかき氷あなたも好きなんだ、いつよりは私を好きになってねじっちゃんかわいい、ありがとう。アイスありがとう。ナイスって何種類あるの、そこのやつに選べないのかな。笑顔と元気なジナちゃん、そうだよこんばんは、こんばんは。なんかね、なんか、え、なにそれ、かわいい、ありがとう。ビッグアイスじゃん、すごいね、そういうのあるんだ、ありがとう。あ、それもさ、あ、へえ。すごいよね、ショールームのさ、こういう企画を考える人ってさ、私さ毎回さ感動してる。すごいよね。ね、外れだったね当たりとかってあんのかな。帰宅途中に歩きながら見ております、気をつけますね。気をつけて、
13種類、13種類自分で選べる、すごっ。ちょっと後から先輩の配信をか同期の配信を見に行ってちょっと見てみようかな。でさ、たまにさ間違えて送っちゃうんだよね。一回コマのやつに間違えてアイス送ったお、アイスの色が違いますね先ほどと。さあ、ハズレでしたそれがいいね、ありがとう。またハズレだったね当たり見てみたいよねあね、本当にね、そんなね確率低いのかな、どうなんだろう。拗ねていい、ダメダメ、今回のもつめっちゃ綺麗だよね。がみんなとさテレビ電話してる気分。アイスありがとう。ちっちゃんの学業落ち着いたの？うん、大丈夫だよ、落ち着いたっていうかね、大丈夫。たまたまあの日が被っちゃっただけだから。おお、みんなアイスありがとう。おお、リベンジしてんじゃん、ハズレですアイスありがとう、それはよかった。うん、安心していい？いやまだ早いねみんなが安心していい頃は何月かな話しかい、とりあえず安心していい1段階目は夏休み。おやすみなさい。嫌です、いくつか予約しました、楽しみにしてます。ありがとう、直接会える方かな、どっちかな。ありがとう、こんばんは、みんなこんばんは、よかったらフォローお願いします。留年が心配だよね、わかる、自分も心配今頑張ればね後々楽だけんのにね、今楽しちゃうっていうね、後々ね、本当にねオフラインさらに増やしました。すごい、ありがとう、いっぱい話すんじゃん。2月21日のオンラインじっちゃん夜だね、そう夜なの。でもね夜の方がみんな落ち着いた時間なんじゃないかな、どうなんだろうね。でも日曜日はそんなになるかな。こんばんは、オンライン、オンラインです、関西なんで。あ、そっかそっか、でも全然いいよ、ありがとう。お、アイスありがとう、初見さん、初見さんありがとう、よかったらフォローお願いします。そうだね、さあさせたくない、ありがとう。赤ドレスのジュジュチェキ当たりました。おお、じゃあ今度持ってきてもらおう。もう本当にありがたい、みんなありがとう。いっぱいなんか話題考えとくね。こんばんは、こんばんは。なんかね、1月何か駅のお手伝いをしてくれたか、あー、あるのか。じゃあ出せて11日投げました。おお、ありがとう。こんばんは、こんばんは、じっちゃんか、ありがとう。今日めっちゃ暑なかった、でも雨降ってた、雨降ったりムシムシしたりみたい。てか雨降った後の暑いっていうかさ、雨降りながら暑いのってめっちゃさムシムシするとジメジメするっていうかね、嫌だよね、本当に嫌だね。ちゃんこありがとう、砂不足やみそうやまないで。でも絶対毎日一応配信してるから、相手はいるよ。へへです、うへへです、うへへです、新しいパターン。ちなちゃんの行く、ありがとう。この4件目つに意味が分かりました。何？どういうこと？意味が分かった、そういうことねいや他の人もね最近なんかちょっと4期生に目チラッと行ってるみたいなので、ね、はい、ちなちゃん嬉しいね、ありがとう。私もある、嬉しいよね。ちなちゃんに会いたいね、確かに全然会ってないね。あ、アイスありがとう。そう、なんかドキドキ何、他の4期生見てるのなんかね、そう、ありがとう、いっぱい。え、アイスのやつもさ順位ってあるよね。こんばんは、ジュナだけだよ、よかった、よかった。
かね、15分だけとかでもさ、なんかすごいみんなとテレビ電話してる気分になれる。はい、さありがとう。15日行きます。待ってるね。じゃあ一人じっちゃんに会いに行きます。おお楽しみ。じゃあいいねいいね。関西ですが3連休で土曜日と日曜日の公園に行きます。お会えるってことかい、これ。え、会えるじゃん。名前言ってね。ありがとう。私も14日行く。ありがとう。アイスありがとう。こんばんは、じゅっちゃんくん、ありがとう。またロケットとかカタツムリお願いします。みんなどう、チャット撮ってるよって方います？私の見てるかな。こんばんは、じゅっちゃんくん、ありがとう。ねえ、あれ分かりやすかった？もっと分かりにくくしてもいい？謎解きみたいになっちゃうかも。足し算引き算とかにしちゃう。次。アイスありがとう。はい、こんばんは。次はじゃあ1番だったら 10-9 とか。でもそれってさ、めっちゃ分かるよね。なんか違うんだよな。なんだろう。でも他の4期生って結構もうストレートに言っちゃったりしてんのかな。今から行くよとか、どうなのかな。言ってる人とかいる？どうなんだい。来ないね。受付で名前呼ばれたい。どうしようかな、どうしようかな。こんばんは。いやこんばんは。何、みんな呼ばれたら名前。まあ確かにね、呼ばれるの嬉しいよね。でもさやっぱそういうのと、どうしようかな。お話し会の方がいいんじゃない。叫ぶ、叫んでいいの、つけちゃうよこれ。叫んでいいの。まあ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 、私の気分かな、気分かな。前座の日来るよって方いましたら、よかったらメールで教えてください。まあフライングでいいですか、叫んでいいですか。みんな音を縮めてください。いいですか、音を縮めてください。うわっわっ、うわ、アイスありがとう。思いっきりどうぞ。わっ、おー、アイスありがとう。当たりかな、外れかな。外れでした、残念。面白いのこれ。イヤホン外すの遅くなってるよ。やった、じっちゃんかわいい、ありがとう。おやすみなさい。寝ないでください、寝ないでください。アイスありがとう。面白い女ありがとう。すごい、明日でさ80日目ってこと、配信記念。やばー、素晴らしい。すげー。ふけんさんこんにちは、よかったらフォローお願いします。何、今日もさ終わるときさ、今日さ小声でさ壇上読みとかする。俺の嫁ありがとう、ありがとう。壇上読み小声でやるか、どうやったらいいのかな。こんばんは。こんばんは。あー
ああ確かに男女MV呼び捨てでもありだよね。それはちょっと思ってた。昨日目を食いだらされは目を食い夢って言いそうになりました。本当に面白い。言うなよ絶対。え、男女読みさ呼び捨てでやってみる。ささやき、ささやき男女。なんかおかしくない？男女読みささやき配信。ん？ささやき、ささや、ささやきで男女読みします。呼び捨てファンタジー、よし。え、なにみんな呼び捨ての方が実は嬉しいとかってある？さん付けじゃない方が実はみたいな。 NCT カラコン禁止ですか？研究生はね。こんばんは、こんばんは。私はつけないけど、私は全呼び捨てで呼ばれてます。これマウント取ってますね、はい。それ嬉しいよね、呼び捨て。あ、そうなんだ。じゃあこれからメールでちょっとたまには、たまにやっちゃおっかな。たまにね。なんかやっぱり名前を略されると嫌なのかなとか、さん付けしてほしいとかってあるのかなとか思ったりしちゃって、すべて読むようにしてるけど、じゃあささやきで誕生日で今日は呼び捨てでいけますね。今日は可愛い系でいきます。オラオラ系ですか？オラオラ系、オラオラ系怖くない？メールで呼び捨てで書いてあったね。え、そう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 、さん付けは最初はするけど、怒られたお宅も多いからね。ねえ。はい、じゃあね、何時に男女読みしようか。待ってて、23分から男女読み始めるね。じゃあ23分になったら教えて。ありがとう。メール追加呼び捨てにして。でもさ、嫌な人とかいる？どうなの？私のメール取ってるよって方教えて。え、すごい、今8位だって。すげえ。ちっちゃんかい、へへ、気になってますね。いっぱい並んでる。ありがとう。呼び捨て男女読み、そう、今日は呼び捨てで男女読みしてみる。え、やだよって言う人います？ちょっと今日それさ、まあ、ここでは言いにくいと思うからメールで聞くわね。かわいいおでこ、ここ、へいへい。もう本当にふざけすぎ。オッケー、5時だった。あ、結婚してありがとう。お話し会行きたくて10代なんだけど、浮かないか？全然浮かないと思う。全然大丈夫だよ。よかったら来てください。10代ね、一緒かな。ありがとう、アイス、ありがとう。結婚して、今日も申し込まれてます。朝話始まったよね。ちょっとさ、フォローしたんじゃないのそれ。おいらみんな10代だし、呼び捨て。指捨てって怖くない？指捨て怖い。いや怖いよ、指捨てって。指捨て。ねえ、指捨てって何？怖い。いた。
スマホ横だったら何さなんかねじゃスマホ横って結構うちに結構打ちにくくて多分用じゃなくて言うになっちゃって捨てばっか見てたから指も予備も似とるやんだからさ間違えて指捨てになってたつつこ全然狙ってない本当にガチで落ち着こうみんな一回よし落ち着いたちょもうこう話かよちょ話かよ話かよもう23分だってこのさこれさ絶対さしばらく待って単純意味できないよねこれああいや本当だよああ怒られるおにぎりちゃんに怒られる本当に積もっちゃうこれ狙ってないからこんな怖いことが狙うわけないやろ25分なっちゃったじゃん、うん、面白い笑いすぎましたすいませんお人形ちゃん見てっかな分かんないのちっちゃんかわいいありがとう小指なくなったなんでさ小指なのあ面白い小指からね指ちょ怖いからこの話はやめようねこんなので癒されてくれたのありがとう私今日一笑ったかもしれないね小指からだったねちょ男女指しますねはいはいいきまーすねよし読みますあーしあーあーし、okay、読みます名前を失礼しますね今日いきます中3チョコボありがとうございます中2ポンタカクハありがとうございます中1タキメキコバありがとうございます中2ありがとうみんなありがとう今度ありがとうございますじゃない方がいいかななんかわかんないからねまたねなんか相談しながらやってこうねこれからもよろしくお願いしますじゃあありがとう来てくれてめっちゃ笑った
呼び捨てした、指捨てじゃなくて呼び捨てできた、よかった、ありがとう。指だけでたくさん盛り上げたね、本当にね、本当に笑ったね。みんな大丈夫、ついてこれた。今日フラワーズ行ってじゅっちゃんの色紙写真撮ってきた、ありがとう。実はノートにも書いたんですよ。ありがとう、ありがとう、初見さんありがとう。よかったらフォローしてってください。じゃあ今日は終わります、バイバイ、ありがとう。途中から置いて帰ったね、ごめんね、置いてっちゃって、私一人で話しちゃったね、ごめんね。ありがとう、バイバイ。ちょっと待って。これさ絶対切り抜き使われるやつだよね、全然つぼったの、本当に面白いね。ありがとう、猫。ちょっと待って、久々にスクショしちゃう、こんなすっぴんだけど。ちょっと待って、こっちだね、いきます。髪の毛ボッサボサやんか、オールバックみたいになってるけど。チラン。ありがとうみんな、まあぜひよかったら使ってください、お願いします。じゃあねー、バイバーイ。しばらく本当に多分終わっても笑ってる、ありがとう。